初夏の水面を彩る可憐な花たち、睡蓮です。育てているのがこの人。今が一番綺麗に咲いてますね。ですよ、時間帯的に今が一番、今全部開いてる時間帯、うん、綺麗ですね、やっぱりね。まあ、綺麗ですね。豊松さんが苦労して作り上げた新しい里山の風景、薩摩町田原の睡蓮の池です。豊松さんは畜産農家、近くの農家が高齢化などで米作りをしなくなり土地が荒れていくのを見て何とかしたいという思いからこの土地を借り受け池の整備に取り組んできました。耕作放棄地というのがですね、はい、もう誰も管理者がいなくなってもう荒れ放題だったんですよ。目の前があんまりこういう荒れてるから、あのちょっときれい手を入れて、あの日の後輩から救わないかなと思ってます。までするのは大変だったんじゃないですか。まあ結構払って焼いてこの土手を上げて自分で目の前だけでもと思ってしたんですよ、うん。豊松さんは耕作放棄地およそ2600平方メートルを7年前から整備。今では夏場には睡蓮とハスが花を咲かせます。耕作放棄地は新しい里山の風景に生まれ変わりました。見にいらっしゃる方がいるなんて、もう最初は最も見なかったですね。平日でも睡蓮を見ようと遠く県外からも多くの人たちが訪れます。綺麗です、うん、ただあまりにもたくさんありすぎるからね、どこに焦点を当てていいかわからないですもんね。自分が想像していたらもうちょっとか弱い感じかと思ったけど、なんかすごいしっかりした花で、うん、綺麗でした。お花が綺麗なので感動しますよね、この色合いにね。で青い空とピンクと映えるので、ピンクを見ると輝く。87歳です。毎年睡蓮が咲くのを皆さん楽しみにしているんです。豊松さんの理想はあの有名な絵画の世界。水面が見えるように隙間を空けながら、あのこう作るというのに断ってるんですけど、うん、なかなかこれらが広がっていく力には負けてですね、うん、モネの睡蓮を目指して、はい、それがまあ理想なんですけどね。あ、一株ポツリポツリあればいいんだけど、ただ今はびこってしまう。一夏が過ぎシーズンが終わると池一面睡蓮の葉っぱや雑草がはびこっています。園芸用の睡蓮は繁殖力が旺盛で管理は欠かせません。放っておくと水面が見えない池になってしまいます。オフシーズンの除草と株の間引きは手間のかかる作業。こんな苦労があの夏場の風景を作り出しているんです。まあ大変じゃ、これが宿命なんですよ。綺麗にしようと思えばね、やっぱり陰で手を入れないと一人ではならんですから、うん、そんぐらいでいいよ。強力な助っ人、孫のコウさん。コウさんは睡蓮の池が好きで作業のお手伝いをします。ですね、池の近くには牛？
豊松さんは子牛を産ませる生産農家です。現在30頭ほどを飼育しています。生まれは島根県。畜産関係の学校で知り合った友達の紹介で24歳の時に鹿児島に来ました。最初は酪農を営んでいましたが、15年ほど前妻の博子さんが他界、肉用牛の生産農家に鞍替えしました。今では息子の秋政さんに授業を受けています。秋政さんも池の草払いなどを手伝い、家族総出で水蓮の世話をします。やっぱりこう見ていただくには、やっぱりその道路とかちゃんと草払いとか、まあほとんど父がやってるんですけど、まあ、たまには手伝いをして、まあその気持ちよく見て帰ってもらえるように、まあ心がけてます。水蓮もいいけど、あれ牛が好きです。どうして牛が好きですか？可愛いからです。小学生の2人の孫たちは牛の世話もよく手伝います。午後、子牛にミルクを与えるのは高さんと大賀さんのお仕事。終わったら池に向かいます。でも2人の目的は水蓮の花ではないようです。池の魅力を聞いてみると、生き物がたくさんいるところです。生き物がめっちゃいるところです。あ、本当。何、花よりも生き物が楽しい？はい。何がいる？はい、コタマジャクシ、メダカ、カエル、トンボもイモリもいるようですよ。水面が見える整備された池は生き物が住みやすいのだそうです。生き物が好きで、この池に来るや池に来たり遊びがあるから、向こうへ行けば教えるし、まあ子供たちにはいい環境かなと思ってるんです。先月池を訪れたのは東串良町の池の原緑サークルのメンバー。水蓮の苗を分けてもらいに来ました。このグループは豊作しなくなった土地に花を植える活動を続けています。豊松さんは園芸用の水蓮の繁殖力が旺盛で、間引きなどこまめな作業に加え、苗が流出しないようにしっかり管理するようにアドバイスをしています。それも苗作り方、管理には気をつけて放置をするなっていうの。東串良町の池の原緑サークルは耕作放棄地にひまわり、菜の花などを植える活動をしています。豊松さんから譲り受けた水蓮は無事花を咲かせていました。あの地権者がもう高齢なためにもうできなくなったというのが一番の理由と思うんですけどね。タヌキとかそういう住処になっとってですね、綺麗に咲くといいですね。はい、もうそれが一番の願いです、うん、かなりはびこります。手入れとかも、まあ、サークル活動でも細かくやっていこうかなとは考えています、うん、荒れた見苦しいのうちが少しでも良くなればですね、花なのに興味があるってことはなかったんですけど、うん、でも今興味あるでしょ、ね、コシコシだからやっぱりある程度見ていただける人のために責任がありますからね。田原の水蓮の池、これからは蓮の花も添えて美しく咲き誇ります。いや、美しい映像でしたね。これだけの大変な努力があってこの風景が出来上がっているんですね、うん、本当にね、まあ、私たちはただ綺麗綺麗と思ってしまいますが、その裏にはやっぱり農家が高齢化して、放棄地が増えているという実情もあるんですね、うん、これからもこの美しい風景を守っていきたいですね。水蓮の花は来月いっぱい頃までが見頃だということです。なお園芸種の水蓮は国の重点対策外来種のリストに入っています。栽培に関して禁止されているものではありませんが、
繁殖力が旺盛なので育てる際はしっかりと管理しましょう。特集でお伝えしました。